これでワンポジション差まで来ました。7対0から7対4へと変わっています。ベンドラメがミドルジャンパー決まりました。よくタフショットを入れましたね。ベンドラメすぐ決め返します。このベンドラメにジャクソンのスティック、ベンドラメが3を打つ、決まりました。こういった形ですね。そうですね、昨日ベンドラメのところでジャクソンがスクリーンかけてスリーポイント決まりました。ベンドラメ空いたところミドルジャンパー決まっています。ベンドラメに対してケリーがスクリーンかける、抜けない、ここでかわした。うーん、わーいいですね。最後フローター決めていきました。フローターなかなかね、あそこでね、ライオンズが1対1仕掛ける、パスをする、ここのターンオーバーになる。ベンドラメから中に入ってマカロー、ベンドラメ安藤かわす、持っていった逆転。オフィシャルタイムアウト、どっちのリードで迎えるか。外に出したケリーのジャンパー決まりました。渋谷の攻撃が止まりませんね。ベンドラメ少しかわした、中に出す、ジャクソンバスケットカウント。プレーもう一度見ましょう。ここでパス選択しましたね。再び名古屋1点リードです。ベンドラメ空いた、スリーポイント、本当に一瞬ですよね。そうですね、安藤がこうスイッチした時の場合を見てですけれど、はい、やっぱり諦めずにこう戦ったって、それで勝つことができたということはすごく大きいと思いますよね。まあ前半終わって諦めるか